見た今の。ぶんどられたよ。てか俺もよそ見してたから。そう、12メーターのボトム、今ロット持ってかれるかと思ったよ。あ、そんなでもないよ、ほら。あ、そこそこ大きいか。てか、このほら、今これ取り替えたばっかりじゃん、このスプール。こっちでやるのもったいないかなと思ったので、ね、結局こんなことか。結局一か八か。じゃあ根がかりか釣るか。地球か魚か。地球か魚。俺もう完全食ってるもん、ほら。元気、元気です。トゥース、トゥース、トゥース丸のみボトム。そのトゥースっていうのがいいよね。今さらトゥースかよみたいな。トゥース。小室くん、ほらライズ始まった、ライズ始まった。小室くん、ライズ始まった。ライズすごい、ライズ。うわ、来た。あのさ、去年みたいにさ、これがさ、ほら90度を超えて曲がるっていうのが綺麗、すげー綺麗。そうか、ここは超ロングリリーサーじゃないとダメなんだ。いい、小室くん。何回でもバイトしてくる。でも上がってんのちっちゃいよね。ね。ホワイトグロスね。売ってないやつ。絶賛製造中です。超ロングリリーサーが欲しいです。俺たち慣れてるから驚かないね。でかいっすよ。うわ、やばいの来た。立本さん、やばいの来た。やばいの来た。でかそうじゃない、でかい。ブラウン、ブラウン、すごいの来た。小室くん、小室くん、これ90度パターン来た。90度パターン、ロット90度パターン来た。50オーバーブラウンですね、これ。ブラウン、ブラウン、ブラウン、ロット 90度曲がる。すっごいぞこれ、超やばいぞこれ。これは取りて。そういうこと言わないで。なんとかしたいよ、俺も。入らない、入らない、入らない。これどっち？こっち。こっち。入らない、入らない。ネット変えましょうか。ネット変えた方がよりよ。やっぱね、ここ来るとこのネットじゃダメなんだよ。関東だったらこれで十分なんだ。今日この子。来た、このか。入んないですって。入んない、二つで。ああ、来ました。腹パンパンすよ、こっち。いや、もうあの、この中で食べてるもん。食べてますね、絶対。ああ、ここ最近入れてないからね。すごい、奪ってくように。すんごい。見てみーな、針の跡ってどんどんなんやろうな。うん、すんごい綺麗。はい、山本さん、OK です。ありがとうございます。はい。
ありがとう。もう釣れすぎですね。やっぱさ、同じサイズでも全然引くよね。すごいね、このサイズでこれだよ、ロッド見て。もう肉詰まりまくりだよね。もうマスの肉まんや。マスまん、マスまん。あ、こっち豚まんって言うんだっけ。ほら、これネットじゃなくていい？ネットで。ホワイトグロー入れ食い 1.8 NST。 でも買える暇がなくてあのブラウンはもう来た。本校で100匹ですね。やっぱり人間怖がってますか。ねえ、このネット。もう回しっぱなしだね。あのご、あ、さっきの何だったんだよあれ。ってことはあれでしょ、立本さん、さっきのブラウンはすごいでしょ、引き。そうだね、早すぎないとバラしちゃう可能性があるから入れちゃったんですよ。ほ、順番ですよ。あ、順番ね。はい。でかい。でかい。ブラウンじゃない。ブラウンじゃないけど、でかい。珍しいでしょ、珍しいでしょ、俺が夜の巻かないで、巻きたいから。そうバラして困るから。このサイズ、これはバラして困る。このサイズはわりと真剣だよね俺。もう真剣、釣れすぎて面白い。だからあれですね、食欲よりやっぱり怖いんですね。もう杭が深くて、よし、すげえなこれ、やばいっちよ、やばいっち。あ、山さんのでかいよ、小室君。
あ、立本さんのもでかいよ。走られてる走られてる、楽しい、めちゃ楽しい。そう、関東じゃこんなことやることまずないよね、小室くんね、俺ね。関東もでかいの入ってるとこはあるんですか？そうですね、裾野はやっぱり30センチ以上しかいないっていうエリアがあります。だいたい1キロから 1.5 キロが全部平均サイズなんですね。そうですね、そこはすごい、だからやっぱすごい人気ですね。俺これ 1.8 っつってんすよ。エアじゃないです、 1.8 ですよ。 NS の 1.8 でずっと釣ってるんですよ。あ、コモル君来た、すごいの来た。来たよ、来たよ、コモル君来たよ、来た、ほら、でか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 、うお、うお、入っちゃった、入っちゃった、下入っちゃった、大丈夫。あ、ブラウン、違う違う、ブラウンじゃない、ブラウンじゃない、虹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 だけどでかい、でかい、でかい。あ、そうだ。いや、まずこのメカ使えないっていう、もうこの時点でアウトで、この音声消すしかない。でかい、見て、あのかかってるとこ見て、小室くん紙一重、紙一重だね、ほんと皮一枚ってこのことだよね。あー、なんかな、俺何やってんだ今日。俺こういうのやらしたら早いっすよ。慣れてますからね。来た、これも来るな。来た、でかい。ね、俺香港で100匹釣っちゃいますよ。すごいですよね、香港で100匹ってなかなかいないですよね。今多分時速30は超えてますよね、楽勝で。そんなとこ、そんなとこじゃないの、小室くん。時速50とかだよね、それもこのサイズ。これを動画で流したらどうなっちゃうんですか。俺帰ってからだな、俺がって言って今晩アップしちゃうんだよな。で、みんな来てくださいって言って、あ、でかい、これ立本さんでかいよ。ブラウンじゃない、あ、イワナ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 、アルビ、アルビ、アルビ、新宿に小田急ハルクっていうデパートがあるんですよね。どうしてもそれが目に、それどうしても思い出しちゃうんですよ。来た来た、でかい、25センチ、今日一番小さい。25センチも重い。
どうにかなんないのかね。え？ねえ。見てこれ。下から出てきて食ったよ。あ、ブラウン。やっぱブラウンやる気あるな。下から出てきて。あ、違う、ブラウンじゃない、ブラウンじゃない。あ、何これ。あ、タイガー？違うな。ロック？いや、ロックでもこんな、あれ？ほら、完全後ろ、あれだよ、タイガー柄だよ。あの、違う、それじゃない、それじゃない、そっちです、そっちです、はい。使えない、使えないやつ。タイガーじゃないですか。え、なんだこれ。 F1 っぽいっすよ、ほら。ロックっぽい、背中の模様はロックですか。そうですよね。ほら、こんなことはないですよ。ほら、ロックですね。完全ロックですよ。ロック。セギナベイビーだね、これ。内田裕也だな。ロックですね、これね。ロックンロールですね。世良政則ですね。古いな、全部。どーん。